みんな。ねえ、何何今日は抜き打ち私服チェックです。あ、めっちゃ来たと思った。今日です。ということで一人ずつあちらへ来ていただきます。すごいな、心臓バクバクしてる。絶対そうだと思った。だってさ、うん、なんか着替えないそう、さっき間違ってレイラに渡しちゃったの。レイラの衣装これって。だからか。ということでじゃあ余裕そうゆず行きましょう。はいはいはい。ということで急な抜き打ちでちょっとびっくりしているんですけど、コーデ紹介をしたいと思います。まずブランド名を上から行くんですけど、まずアウターは H&M さんで購入をしました。ダウンのね、あのクロップド丈のダウンでブラックのダウンです。他のシルエットがすごいおしゃれで、とても気に入っております。あったかいですよ。で、中に着ているのはですね、普通のこういう感じのロンティー、チビティなんですけど、これはザラさんで購入しました。これは形がすごい気に入っているので黒も持っています。多分ね、インスタだとねすごい着てると思うんですけど、とってもお気に入りです。はい、次は、下ですね。下はディッキーズさんです。これもねシルエットがとてもダボってしている感じなんですけど、足がとても綺麗に見えるのでお気に入りです。これ今日はハイウエストで着ているんですけど、ベルトを外すと折り曲げるの流行ってるじゃないですか。ローライズにもなるので2パターンとして使えるのでとてもおすすめです。でちょっとね、あの緩いのでベルトをしてきました。で靴はナイキさんですね。こんな感じでいろんな色が入っていてとても可愛いんですけど、結構洋服がモノトーンということでちょっとアクセントとして入れちゃいました。以上です。マリアです。マリアのコーデはこんな感じです。今日のコーデは全身グレイルさんで、これ全部サンタさんからもらったものなんですけど、コートは淡いピンクでふんわりしててとっても女の子っぽい感じで可愛いです。あと中は同じなんか淡い色に統一して、ちょっと水色とあと大人っぽいスカート履いて、これちょっとキラキラしててすごい可愛いです。で靴はロングブーツなんですけど、ブラウンのロングブーツでちょっと大人っぽく仕上げました。なので今回のコーデはガーリーだけどちょっと大人っぽいコーデです。ぜひ参考にしてみてください。ありがとう、来てくれて。おはよう。何か撮ってるね。ね、今日やだ。え、なんで？今日は全然大丈夫だと思う。きっと今日は言ってあげたゆず。今日は。抜き打ち私服紹介。はい、ということでなんか来ちゃったんですけど私の今日の私服はこんな感じです。全身今日はアンディさんのコーデになっております。もうね、これもこれもこれも靴までアンディなんですよ。この靴はね、結構みんな知ってると思うくらい私がずっと履いてる靴なんですけど、足も漏れるし、かわいいしです。で、このジャケットが本当最近買ったやつなんですけど、これめっちゃあったかいんです。で、この柄とも形といい、なんかもうかわいすぎてマネキン探してたんです。え、かわいいと思ってマネキン買いしちゃいました。で、中の洋服もこれ普通のね、ニットみたいな感じなんですけど、ちょっとショートっぽい感じが可愛いです。ちょっといつもよりも大人っぽめにしてきました。抜き打ちなんであんまなんか文章とかちゃんと言えない。え、今日はアンビー大好きコーデです。バイバーイ。ゆずはです。ゆずはのコーデはこんな感じです。はい、今日はほとんどの場所はわかんないんですけど、
トップスがリップサービスっていうところで、これはママなんですけど、ズボンが地元のショッピングモールで買って、で靴下が靴下屋さん、いつも買ってる靴下屋さんと、靴がネットの靴屋さんで買いました。この靴は誕生日プレゼントで買ってもらって、よくわかんないけど家にあったんで、で今日はあの黒コーデがしたくて、ジャンバーも黒なんですよ。ピンクラテのジャンバーと黒のセットアップでした。バイバーイ。アイメイのコーデはこんな感じ。メインにしては珍しい系統ですよね。なんか今日まさか抜き打ちされるとは思わなくて、なんかめっちゃ量産みたいな感じで来ちゃいました。でも新鮮でいいですよね。ちょっと待って、髪の毛引っかかっちゃった。取れました。はい、ブランド紹介します。アウターがピンクラテ、これリバーシブルになっててすごい使えるやつで、カーディガンがピウムで、中に着てるブラウスがエブリン、スカートがウィゴー、靴下がしまむら、靴が T&CS なんとかかんたかみたいなやつです。靴はいつもここで買ってます。今日は普通にテールなんかしちゃって、ちょっとだいぶ新鮮なメインなんですけど、ちょっと引かないでください。抜き打ち本当に嫌だ。今日はなんかちょっと可愛らしい感じのメインでした。バイバーイ。もう全員私服を紹介したんですけど、やっぱ抜き打ちだとね、ちょっとメインとかガチで意外でしたよね。でもね、ちゃんと個性あふれる、ちゃんとメンバーらしさが出た私服が揃ってたかなって思うので、めっちゃ参考になるしね。モデルさんの普段の私服ですよ。めっちゃ参考になるよね。参考になったらコメントとかグッドボタン押してください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。